ライダーラントの地図。南東に位置するベーナーの南東端、エムス川に面した位置にハルテが描かれている。2018年ハルテは、東フリースラントのライダーラントにある、ベーナーの町に属する地区の一つ。2012年12月31日の人口は124人であった。地区の長は、アンドレアス・ジルゼ。村は、ハルテで、落農場を経営していた西洋ハネ騎士団に、 託されていた土地に作られた。1439年、この村は、フォルベルケ島ハルテ連として、初めて文書で言及された。1589年以降は、ハルトという名前で地図に記載されている。宗教改革後、西洋派の騎士団の所有地は、民間に渡された。こうしてハルテは、付随する、諸々の権利とともに、貴族の屋敷となった。かつては、ハルテに、 レンガ工場があった。1800年頃には海運によって運ばれた積み荷の集積場となった。19世紀には造船所と製材所が経済を支えた。フランスが東フリースラントを占領した際には税関がハルテに置かれた。ありがとうございます。